こちらのラウンジチェア、あるいはパーソナルチェアと呼ばれるものです。日本の家具文化の中ではちょっと珍しいものかもしれません。日本ですとリビングダイニングっていう考えの中で、ダイニングがダイニングチェア、リビングだとソファーなんですけども、こういうふうに一人がゆったりできるちょっと贅沢な椅子のシリーズですね。今回これも北海道の函館の方にある知立町というところで作られています。特徴的なのは、ご覧になって分かるように非常に全体的に緩やかな曲線で構成されているデザインということが分かります。これ実は成形合板と呼ばれる技術を使っています。薄くスライスした木を重ねて、この曲線状態で形を作っております。ここに展示している製品は黒く塗装しておりますので分かりにくいかもしれませんが、芯材はすべてブナ材というものを使ってそれを積層しています。ですのでブナのナチュラルで仕上げたものを見ると、ちょうどバームクーヘンの積層のようなものが見えてきます。こちらは座った感じで見ていただくと分かるんですが、もう頭まで全部しっかりと押さえて一人がゆったりうたた寝ができるようなデザインを目指したものですね。少しこう座面は気持ち低めなんですけれども、女性でも十分ゆったり座れるデザインにしてます。座面はフレームにすべて張り込んでありますので、横から見ていただくと分かりますけれども、あまりここの全体に厚みがない、ボリューム感がないので、非常に目線が通るすっきりしたデザインになっていると思います。でこちらも実は足元も特徴で、やはりこの畳吊りのデザインをこちらも採用しています。日本の住宅ですとパーソナルチェア、あるいはこういうラウンジチェアが置かれる場所を想像すると、フローリングの上というよりは畳リビングの上ですとか、あるいはデッキに持ってったりいうところもあると思います。その時に4本足だと、かえってこうガタつきが出てしまったりする、そういう部分でこの畳吊りが有効に使われるんじゃないかなというふうに考えて計画したものです。特に今回のショーホームではこういうふうにカーペット敷きのところで使われています。こういう部分は非常に親和性が高いですね。相性がいいデザインだと思います。一度自分一人のためのこういうパーソナルチェアというものをこう選択肢に入れて考えられると面白いかなと思います。ちなみに今回採用している布は猫の引っかき傷にも強いというちょっとスペシャルな布を使ってますので、ペットを飼っている方も安心して使えるかと思います。私も猫を飼ってますが実証済みですので、これは保証できると思います。